地図弱っちまうよー。まずいまずい、鳥ダメ全然というか一個も消化できてないぜ。とりあえず色々と視聴者さんに謝らないことがあるので OP。 え、硬化してるだけで OP 入っちゃうの？お前が編集しないからこうなってんだ。はい、皆さんこんちぃ、ゆっくり霊夢です。こんちぃ、ゆっくりマリサだぜ。そしてヨウムちゃんですよ。ついでにデドラだぞ。ごめんなさーい。まずこの録画はいつのかな。6月中旬です。そして今は8月6日です。まず訳を話させてください。もうシーズンが終わりそうで焦って編集してるんです。それで編集中にこの画面見て気づきました。なんでクラッシュパッドがあるんだ。で、こんなことになんでなったんですか？間違いなく私が編集サボってたからです。ごめんなさい。これが一つ目のごめんなさいですね。ごめんなさい二つ目。前回の動画でロケットリーグするって言ってたのにことなしてます。ごめんね、ロケットリーグ頑張って話そうとしてたんだけど、なんと全然話すネタがなかったです。でもいつか出すように頑張るね。そして三つ目は編集が多分雑になってます。ごめんなさい。その理由は後で話すぜ。そして四つ目、これが一番ごめんなさいになるかもね。もしこれが編集日に、つまり8月6日に投稿できなかったらお蔵入りになります。さっきヨウムが言ってた編集が雑になるはこれのことだぜ。この動画以外にも今日編集できた動画はでき次第投稿する予定だぜ。この今日中っていうのは私の気持ちが乗ってる時までだよ。だからこれで気持ちが落ちたらこの動画だけで終わりだし、逆に深夜も気持ちが乗ってたら日をまたぐかもね。まあこいつは適当だからそんなきっちりしてるとか思わないでいてくれよ。あと動画の時間は目安が5分だけど3分になったりするかも。どうかこんなチャンネルですが温かい目で見てください。よし、硬い話はまた適当にするとしてゲームするぞー。うわー、せっかく話に視聴者さんを夢中にさせて下手なプレイを隠してたのに。久しぶりに判決勝ったからって生きらないでくださいよ。当てたらかっこいいから使うのさ。当たらなかったら意味ないんですが。次は当てるよ。すっげー、ボットにあの霊夢が当てた。そしてボット相手にポンプを使うと。ちょ、ここカットで今のところだけ使ってください。あ、今編集急いでるから消す時間ないわ、ごめん。あれ、これって超絶大物 YouTuber の企画か。おい、やめとけ、こんなチャンネル名義で飛ぶぞ。無自覚症状でチャンネル消さないでー。あ、でもチャンネル消えたら必然的に編集から解放される。動画編集なくなっても自己満で動画作り続けるんだろ。それ悲しすぎるだろ。あ、ラマだって。あれははじめラマ。いや、なんだその失礼すぎる名前。あ、ボスは昇天してしまった。意味わからなすぎでしょ。ばっかじゃないの。アスカー。この人エヴァ見たことあるの？見たー。あ、はい、なんでか。お前じゃねえよ。てかなんで関西弁。大阪に染まりました。観光？いえ、完全です。それ大阪直美選手じゃねえか。オリンピックテレビ中継しか見れないけど頑張ってくれだぜー。そうですね、始まる前はいろいろあったみたいですけど、選手はただ自分の種目を頑張ってほしいですね。うんうん。さあ終盤戦頑張っていくよ。この時ってレールガン追加されたばっかだっけ。それぐらいな気がしますね。ナイスキルです。連続キルだな。でも体力ないからきっと取りたいね。なんとか間に合ってよかったぜ。あ、そうだ、レールガン追加当初だという気持ちで行こう。なんかまたくだらないこと始めようとしてるぜ。な、なんだあの車線、建築を貫通だと。これはどうすればいいんだ。って、でも私は勝ってあの子に思いを伝えるんだ。あ、その思いは気持ち悪いんでしまっておいてください。なんでー。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント気軽にお願いします。ではまたいつか、おやすみー。